久保さん、今回見る件にしますのかもうものの見方ですねなんかねあの昨日かおとといかなお問い合わせもらって何だっけなどういうお問い合わせもらったかっていうとまあお問い合わせというかなんかそのまあ講義をね勉強して僕のね講義を見てでなんか感想があったんですよね あ、これだ。少ないリストから売り上げを作る方法の動画、ありがとうマインドが深すぎて泣きそうになりました。僕は言語学と心理学で感情をコントロールする方法を学んでいるので、多分普通の人よりマインド系の教えを深いレベルで感じることができるのだと思います。感動しました。世界が変わって見えました。ありがとうございます。世界が変わって見えましたと。そう。同じ世界に住んでるんだけども、要は、 どこを見るのかどこを切り取るのかどう見てるのかによって全然違うんですよ見えてる世界っていうのは。だからこれがね結構ねやっぱまあこれもそうなんですけどその価値価格で見るんじゃなくて価値で見れるようになったっていうのもビジネスをやっててなんですけども、うん、どう見るのかっていうところも。 ビジネスやってたおかげで、ものの見方のレパートリーが増えたなと思いますね。まあ、久保さんもかなりものの見方のレパートリーあると思いますけど、だからその,その現象、起こった現象をどういうふうに切り取るのか、どういうふうに見るのかによって、全然やっぱ違う受け取り方ができるんですよ。要は学びができるってことですね。要は、一の現象に対して一の見方しかできなければ、一の学びしか得られないんですよ。もはや、 1>, 1も取れなくて学ばないという人もいるので、1の減少から何も学ばないゼロ受信力ゼロみたいなね。まあそういう人も中にはいますんで。でもまあ、1を凝ったことに対して1の学びをまあ大体は入れるんだけども、この1の減少に対していろんな角度で見れば10の学びが得られるんですよ。だ結局違いって多分そこだと思うんですね。収入の差だったりとか、人生の違い、人生の質の違い、 何かそのうん多分そこだと思いますね見方です例えばうん僕はその田舎がいいと思ってるんですねで田舎が嫌だっていう人は田舎の見方がなんだそういう見方なんでしょうね不便だっていう僕からすると例えば田舎は確かに不便ですでその見方で見ると不便ですただし田舎は健康ですと 要は、うん、不便だからこそ歩かないといけないとか、なんかその、なんだ、あの、健康にいいじゃないですか。まあそれ歩きで移動するんだったらね。じゃあ人生において健康がいいのか不健康がいいのかどっちがいいですかと。多分健康の方がいいですよね。じゃあ田舎だと健康ですよと。不便だからウォーキングしますよねと。え、健康に良くないですかっていう。 っていうものの見方をすると僕は絶対健康の田舎の方が僕はいろんなものの見方をすると多分トータル的に田舎の方が僕はいいと思うんですよ都会よりねいろんなものの見方をした時にトータル的でどうですか空気が美味しいのと空気がまずいのどっちがいいですかどっちがじゃあ健康にいいですか <laughs> っていう健康という見方だったらねイガスまみれのうん空気を吸うのかあの 田舎ってまあ空気が澄んでるわけなんですけど <laughs> どっちの方がいいですかっていう <laughs> いやそれは排ガスまみれよりねオゾン層が破壊されて排ガスまみれのところより空気澄んでる方がいいよねってなるじゃないですか,かこれは健康という主軸で見た時の話ですねだからいろんな主軸で見た時のいろんなものの見方があるわけですよでいろんな見方をした時に僕は あのの田舎の方がいいと僕は思うんですねでじゃあ田舎がいいんだけど田舎で暮らせない理由はネットで稼げないからじゃないですかネットで稼げるスキルがあれば別にどこを暮らしてても一緒なんだよマジでマジで一緒ですからねでもこれがその会社に行かないといけないって言ったら会社のそのある場所になんか住む場所は決まっちゃうじゃないですかうーんだからなんだろうなあのー 見方が変えられると人生の質が変わると思いますね。本当に。うん。だからこれはね、本当にビジネスやっててよかったなと思うのが、いろんな角度で分析できるようになって、いろんな角度で物事を捉えられるようになった。まあ、そっか塾でいうの、受信力が高まる。ビジネスをやることによって受信力が高まったってことですね。受信できる数が、電波が多くなったっていう。 これはねねビジネスやっっててよかったなと思います、ね、多分やってなかったらこんなってないのでもう間違いなくうんそうなんかこの前ラーメン食ってたら隣のサラリーマンかなんかの人が「なんか時間潰せたよかった」みたいに言ってるわけですよおなんかいい時間潰せたと「あなるほど一般の人は時間を潰すという概念があるのかと」と 時間は有限なんだけど、時間を潰せるぐらい暇なのかなみたいな <laughs>。時間を潰せ、潰していいのかなみたいな。なんかそういう考え方ですよね。時間を潰すっていう考え方がないんですよ。なんか僕はもう。でも一般の人はあるんだな、みたいな。うん。時間って1、1秒も1兆円で買えないので。 タイムマシンがない限り、タイムマシンないじゃないですか。なんで戻れないですよ。だからその1秒前に戻れるかっていうと、戻れますタイムマシンないですよね。どこでもドアないし、そういうのないじゃないですか。だから時間が一番価値があると思うんですよね。<laughs> だって変えないんだもん。20代に戻れますか、戻れないですよ、うん。だから多分世の中で一番価値があるものって多分時間だと思うんですよね。タイムマシンがないので。 うんタイムマシンがあればねい,くいつでも戻れますよってなればそれはじあの時間の価値はすごく減るでしょうねだっていつでも戻れんだから, <laughs> だから逆に言うと戻れないからこそ人生に価値があるとも言えるしね逆にタイムマシンがあったら人生そのものに価値があんまなくなっちゃうと思いますようんだって何だろうないつでもやり直せるわけじゃないですか いつでも何でも軌道修正できるわけじゃないですか多分ねあんま価値なくなると思いますよ一度きりの人生だからこそ価値があるっていう考え方ですねこれも、うん、一度しかないから一その希少価値が生まれるっていう、うん、まあまあまあ見方って大事ですねいってらっしゃい